リナレスは、ベネズエラのプロボクサー。バリナス出身。元 WBC 世界フェザー級王者。元 WBA 世界スーパーフェザー級王者。元 WBC 世界ライト級王者。元 WBA 世,世界ライト級王者。世界三階級制覇王者。定権事務所属。本名は、ホルヘルイスリナレスパレンシア。ニックネームは、エルニーニョデオロ。 ボクシング界の次世代のスーパースターと目されていたが、不安カルロスサルガドに、ノックアウト負けを喫していこう。打たれ、脆さを露呈し、勝負所で敗戦を経験している。オーソドックススタイルのボクサーファイターで豊かなスピードに、乗せ、抜群のハンドスピードと回転力のコンビネーションを、上下に打ち分ける華麗なファイトスタイルを持つ。そのハイセンスなボクシングに加え単成な容姿も、相まって、 ホームである日本のみならず本場アメリカ合衆国での評価も高い。兄のネルソン・リナレスは元、WBA 世界ウェルター級ランカー。弟のカルラス・リナレスも2007年に定権事務に入り、7月7日にデビュー。日本ミドル級王座決定戦を戦ったこともある。引退後は、トレーナーとして、同門の村田亮太などを指導している。母国語である。 スペイン語と英語のほか、日本語をそれなりに話し、通訳を介することなくインタビューを受けることもできる。また、日本食がお気に入りで、わさびや刺身を好み、コンピュータが好きで、よく秋葉原に通う。プロボクサーであった父親の影響でボクシングを始める。アマチュア時代に、ベネズエラのジュニア選手権を5連覇するなどの経歴を持つ。2002年、17歳で、 初来日し東京の定見事務に入門。同年12月15日、大阪府立単育区会館で、プロデビュー戦を行い、初回小勝ち。2004年1月31日、カラカスのポリードロでカラカスで行われた8戦目で、元 WBA 世界フライ級王者でもある、ウーゴと空位の WBA、フェデラテンスーパーバンタム級王座を争い、10回判定勝ちで、 王座を獲得した。2004年8月7日、1回級上の WBA、フェデラテン・フェザー級王座決定戦に出場。レナン・アコスタを10回判定に下し、WBA フェデラテン王座の2回級制覇を達成した。2005年5月26日、WBA フェデセントロ・フェザー級王座決定戦に出場。ハビエル・ソテロを二回個に下し、王座ダッシュに成功。 2007年7月21日、無敗のまま24戦目で世界初挑戦。ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで、元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者オスカー・ラリオスと WBC、世界フェザー級暫定王座決定戦を争い、10回 TKO 勝ち。定権事務3人目の世界王者となった。その後、 WBC 世界フェザー級正規王者のチニチンが K1 天候を表明。これに伴い、WBC は池の王座を剥奪し、リナレスを正規の WBC 世界フェザー級王者に認定した。12月15日には、後の WBC 世界スーパーフェザー級王者となるガマリエル・ディアスを8回右フック一撃出身庫に下し、初防衛成功。 2008年5月31日に2度目の防衛戦でフェイデル・ビロリアと対戦予定であったが、右肩鍵盤損傷により試合をキャンセル。同年8月、原料区を理由に WBC 世界フェザー級王座を返上。2008年11月29日、スーパーフェザー級での世界挑戦。パナマシティのセントロでコンベンシオネス・アトラパで、ワイベル・ガルシアと WBA 世界。 スーパーフェザー級王座決定戦を争い、5回1分8秒 TKO 勝ちを収め2階級制覇を達成した。2009年6月27日には、ホサファとペレスを8回 TKO に下し、初防衛成功。2009年9月、ゴールデンボーイプロモーションズとプロモート契約を結んだことを発表した。2009年10月10日、2度目の防衛戦。 渋谷区の国立代々木競技場第2体育館で WBA 世界スーパーフェザー級6位のフアンカルロスサルガドと対戦。試合開始から45秒、挑戦者の左右の連打でいきなりのダウン。辛くも立ち上がったものの、さらなる追撃でほどなくして2度目のダウン。ここでレフェリーストップとなり、初回1分13秒 TKO 負け。 世界王座から陥落するとともに、プロ初黒星となった。二千十年三月二十七日、ラグアイラのポリデポルティーボ、ホセマリア・バルガスで、フランシスコ・ロレンソと対戦し、ニカラレーの判定勝ちを収め再起を果たした。二千十年七月三十一日、ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで、シドニーオリンピック銀メダリストのロッキー・ファレスト、WBA ・フェデラテンライト 旧暫定王座決定戦を行い、5回にダウンを奪って3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。2010年10月24日、墨田区の両国国技館にて、元世界2回級王者のヘスス・チャベスとノンタイトル10回戦を行い、4回終了 TK を勝ち。これで前年10月の世界王座陥落以降、3連勝となった。試合後、トレーナーに、 多くの世界王者を指導している、フレディローチを招聘した。2011年10月15日、カリフォルニア州ロサンゼルスのステープルズセンターで、WBC 世界ライト級王座決定戦を、WBC 世界ライト級1位のアントニオ・デ・マルコと戦う。ポイントではリードしていたものの、カットした部分からの花柱から出血がひどくなり、デ・マルコの強打の前に苦戦。 ロープに詰まったところで、ストップがかかった。11回2分32秒 TKO で敗れて、王座獲得はならず、3階級制覇を一した。2012年3月31日、メキシコキンタナローシューカン君にて、WBC 世界ライト級挑戦者決定戦を、フィーカルボックス王者のセルヒオ・トンプソンと戦い、2回2分27秒、TKO 負けを騎士再起に失敗した。 その後、ローチとの契約を解消。新しく、ギレルモ・リゴンドウユリオルキス、ガンボは、イオカ・カズトを世界王座に導いたイスラエル・サラスを、トレーナーに招平。リナレスと同じく、青竜館のトレーナーも兼任している。2012年10月6日、カリフォルニア州サクラメントのメモリアルオーディトリアムで、亀貝機関の前座で登場、元世界挑戦者。 ヘクトール・ベラスケスとノンタイトル10回戦を行い再起戦を白帽子で飾った。2013年3月17日、キンタナ・ローシューカンクンのグランド・アシス・リゾートで、マニー・パッキャウとアミール・カーンの元専属スパーリングパートナーでもあるデビッド・ロデラとノンタイトル10回戦を行い、8回 TKO 勝利で再起2戦目を5勝利で飾った。2013年11月10日、 両国国技館で WBA 世界ライト級王者リカルド・アブリルに挑戦資産階級制覇を目指す予定だったが、同年10月30日にマイアミで調整していたアブリルがスパーリング中に右足首を負傷し、トレーニングの続行が不可能となり、アブリルのオスミリ・フェルナンデストレーナーの我々の目標はタイトル防衛だが今のところ不可能になったとの発言もあり、 WBA 世界ライト級タイトルマッチは中止となった。定権事務の本田昭彦会長は延期ではなく中止。アブリルとやることはもうないと明言。早ければ2014年春にアメリカで WBC 世界ライト級残定王者オマール・フィゲロアに挑戦する方針を示し、アブリルの負傷により中止となった WBA 世界ライト級タイトルマッチの大会試合として、 元 WBC カリブスーパーライト級王者のフランシスコ・コントラレスとノンタイトル10回戦で対戦し初回小勝ち。2014年3月8日、MGM グランドマーデンアリーナでサウル・アルバレス VS、アルフレド・アングロの前座にて WBC 世界ライト級2位荒川人々と対戦し、10回大差で判定勝ちを収め、世界挑戦権を獲得した。 もともと、ペーパービューカードで組まれていたオマール・フィゲロアとカルロス・モリーナの2試合が立て続きに中止になったことで、この試合が昇格して、ペーパービューカードの1試合として行われた。2014年8月16日、スタブハブセンターテニスコートで、ショーン・ポーター・ VS ケルブルックの前座で、アイラ・テリーと対戦し、2回1分21秒小勝ちを収めた。 2014年12月30日、東京体育館で、オマール・フィゲロアの休養王座認定に伴い、WBC 世界ライト級2位のハビエル・プリエトと、WBC 世界ライト級王座決定戦を行い、4回1分50秒小勝ちを、収め世界王座3回級制覇を達成した。2015年5月30日、イギリス・ロンドンの O2 アリーナで、ケルブルック対フランキー・ヤビンの前座で、 WBC 世界ライト級1位の指名挑戦者、ケビン・ミッチェルと対戦し、10回2分57秒、逆転 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。6月9日、WBC は、リナレスを、WBC の2015年6月度の月間 MVP に選出した。2015年7月1日、リナレスは、WBA 本部を訪れ、 WBA 世界ライト級王者ダーリー・ペレストの王座統一戦に意欲を見せた。2015年10月10日、カラカスのポリエドロでカラカスで、WBC 世界ライト級10位のイバンカノと対戦。3回と4回にダウンを奪い、レフェリーがカウントを途中でストップ。4回58秒 TKO 価値を収め2度目の防衛に成功した。2015年11月、 WBC の年次総会で、WBC 世界ライト級1位で、WBC インターナショナルライト級王者のデアン、ズラチカ人と指名試合を行うよう指令が出された。2016年2月11日、同年4月頃の対戦を目標に、デアンズラチカ人側と交渉を進めていたが、トレーニング中に、ディナレスが右拳を骨折したため中止になった。 2016年2月23日、WBC はリナレスを給与王座に認定した。2016年9月24日、マンチェスターのマンチェスターアリーナで、WBA 世界ライト級王者のアンソニー・クローラと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBA 王座、WBC ダイヤモンド王座並びに、リングマガジン認定王座の獲得に成功した。 2016年10月13日、WBC は最新ランキングを発表し、リナレスを WBC 世界ライト級ダイヤモンド王者としてランクインした。11月1日、WBA はリナレスを WBA の2016年10月度の月間 MVP に選出した。2017年3月25日、マンチェスターアリーナで WBA 世界ライト級4位で WBC 世界ライト級9位のアンソニー・クローラと6ヶ月ぶりに再戦し12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した4月10日 WBA はリナレスを WBA の2017年3月度の月間優秀選手賞に選出した2017年9月23日カリフォルニア州イングルートの ザ・フォーラムで WBA 世界ライト級1位のルーク・キャンベルと対戦し12回2から1の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した9月29日 WBA はリナレスを WBA の2017年9月度の月間 MVP に選出した2018年1月27日カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムで WBA 世界ライト級15位のメルシト・ヘスタと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、3度目の防衛に成功した。1月31日、WBA はリナレスを WBA の2018年1月度の月間 MVP に選出した。2018年5月12日、ニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデンにて、WBO 世界、 スーパーフェザー級王者はシル・ロマチェンコと対戦。6回に、ロマチェンコからプロ転向後発となるダウンを奪うも、10回2分8秒、TK o 負けを喫し、スーパー王座の認定と4度目の、防衛に失敗、王座から陥落した。2019年1月18日、ニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデン・シアターで、パブロセ・サールカノと WBC 世界。 スーパーライト級挑戦者決定戦を行い、1回 TKO 負けを喫した。2019年9月7日、12年7ヶ月ぶりに、甲楽園ホールに登場、フィリピンスーパーフェザー級5位のアルトヨゴンと対戦し、10回サンパラレーで判定勝ちを収め再起に成功した2020年8月7日、カリフォルニア州インディオで、同月28日に、ハビエル・フォルツナと対戦する予定だったが、 4日に、事前の PCR 検査を受けたところ、新型コロナウイルスの陽性が出たため、試合が白紙となった。2021年5月29日、約1年3ヶ月ぶりの試合を、ネバダ州のミケロブウルトラリーナで、WBC 世界ライト級王者のデビン・ヘイニーと、対戦し、判定負けを喫して、王座獲得に失敗した。ありがとうございます。